続いて全体の挨拶を受けていきたいと思います。まず立憲デモクラシーの会から石川健二さんお越しですので、お願いします。皆さんこんにちは。今日はよく晴れまして、私は雨男なんですけれども心がけのいい方が大勢おられてこんなにいい天気になりました。ただいまご紹介いただきましたけれども、立憲デモクラシーの会を代表して私出てきてるんですが、本当は叩き切ってやるの山口二郎さんが来るのかなと思ってたんですけれども、ここはやはり憲法の専門家に出てもらいたいというかなり強い意向がありまして、私がこういう慣れない演台に立つことになりました。で、もうすでに各党の皆さんいろんなことをおっしゃいましたけれども、私の、申し上げたいことはですね、立場を超えた前提が崩されたという、これ繰り返しが私たちが話していくところなんですけれども、そのことをここでもう一度強調しておきたいと思います。立憲デモクラシーの会っていうのは実はですね、護憲団体ではありませんで、改憲派も入れるというところがポイントでした。それから、理系の先生も入っていただいて、この法律家政治学者だけではなくて、幅広い人たちに参加をお願いするという、そういう形で作ったわけです。これはなぜかと言いますと、個別の例えば救助解釈については意見が対立していても、その対立した意見を戦わせている、あるいは戦わせるべき土俵そのものが今壊されようとしている、その危機感でもって、連帯できないかということでこの組織を作りまして、現在まで続いていく次第です。で、発足したのは、2014年の4月でして、つまり、2014年7月1日に、解釈変更がなされる前にそれを止めようという思いで、立ち上がったということなんですが、憲法解釈を人事の力で変えるということを許してしまいました。で、また理屈の面から言えば、我々の見解は内閣法制局とも共有されたものでしたので、理屈においては我々の方が勝っていたはずだったにもかかわらず、数の力で、押し切られるという形で、6年前の今日を迎えたということだったわけです。で、こうやって考えていますと、やはり我々が訴えようとしたこの、前提条件の破壊というですね、これはそんなに間違えた見立てではなかったんではないかという気がいたします。問題は球場 論議からコロナ対策へと移りましたけれども、菅政権の断末魔というのは、結局、あの時、つまり安保法制につながるあの一連の動きの中で、壊れてしまった統治システムが、このように無残に、機能不全に陥るものなのかということを、目の当たりに見せてくれたんだろうと思います。そういう意味で、もちろん立場はいろいろあるとは思いますが、共有すべき、いわばゲームのルールといいましょうか、政治の大前提が壊されていると、その部分で、この我々のこの連帯の輪をもっともっと広げていけないかというふうに、念願をしております。こうやって立っていましても、やはりなんというか、私非常に場違いな感じがするんですけれども、以前といいましょうか、6年前に、参議院議員会館の前にやはり同じように立ちまして、その時に申し上げたことを繰り返しておきたいと思います。その時にお話したのはマルグレモアという、フランス語だったんですね。キザな言い方だと思われるかもしれませんけれども、これはロマン・ローランの言い方なんですけれども、丸山荘先生が好んで使われた言葉です。非政治的な人間であっても連帯すべき時がある。こういうところに本来場違いだなと思われるような私のようなものでも、やはり立ち上がなければいけない時はあるのだということですね。そういう思いを新たにしながら今日を迎えたということを申し上げて、時間になりましたので、私の拙い話に返させていただきたいと思います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。